お手持ちの iOS 機器へケーブルを接続します。 iOS 機器にはアプリをダウンロードしてください。時計を乗せると測定を開始します。リューズを下にした姿勢が推奨されています。アプリを立ち上げた時の画面です。コントロールやパラメーターなど測定に関連するすべての情報が表示されます。アキュレーシー2では QH の姿勢を指定してください。アキュレーシーブティックについても QH 指定となります。ステーブライジング、インテグレーティング、測定値が安定するまでの待機表示となります。メシュリング、バーが青に変わると測定開始します。現在の測定値はこちらに表示されます。ほど振りかく肩振りが一度に確認できます。画面を横へスワイプすると肩振りのグラフが表示され、リアルタイムの確認ができます。もう一度横へスワイプすると表形式でのデータが表示できます。さらにもう一度横へスワイプでレーダーチャートが表示されます。リザルツをタップで時計ごとのデータの確認ができます。プラスマークで時計の追加登録ができます。保存されたすべての測定結果をウォッチごとに整理して表示できます。データは自動保存、測定日時のデータが時計ごとに一覧表示されます。パラメータ、スイス、アンクル脱進機と高アクシュアル脱進機のセレクトができます。スマートフォンアプリでは左上よりパラメーター設定を変更できます。セッティング、エキスパートモードをオフにするとシンプルなインターフェースとなります。スワイプコントロールメニューをスワイプしてデータのエクスポートができます。データをスマートフォンや PC へ保存できます。PDF データはお客様の情報管理にも役立ちます。